久保さん、今回の動画、めちゃくちゃ良かったんじゃないですか。わかる人にはわかる、わかってしまうというね、動画じゃないでしょうか。今回、一生懸命にしましょうか。まあ、あの、まあ、久保さんの言う通りですね、もう本当に僕も R34 との,この出会いっていうのは、本当に不思議な出会いがありまして、まあ、18歳の時ですね、もう毎回その、 GTR マガジンです今は未だに発行してるやつがあるんですけど、まあ、そこに出てる R34 乗りてえな、将来ってはずっと思ってたんですよね。だけど、じゃあ R34 乗るために頑張ったのかっていうと、全くそうじゃないんですよね。1ミリも忘れてましたね。<laughs> それから10年後か。約。うん。まあ会社の売り上げがね、すごく大きく売り上げが上がって、 まあ、マックス、僕が一人で3000万ぐらいあげたときに、社長からね、なんか欲しいもんないかと。いやー、欲しいもんすかー、みたいな。いや、特にないっすけどね。車はいや、車。いや、会社に泊まってるんで、車ってもう乗れないっすよね、みたいな。うん、通えばいいやん,ん、みたいな。通うまず、通うという発想がなかったですね。僕の中に。 あ、確かに通うっていう方法を取れば車乗れるかもしれないですね、みたいな。あみたいな。で、そっからですよ。そっからもうブワー調べて。ブワー調べて。そしたらね、あったんですよ。<laughs> イメージしてた車が入荷しました、みたいな。早くなくなっちゃうよ、みたいな。僕がもう、あの、僕は南の帝王のもう黒塗りのベンツがかっこいいっていうのはもうすごくあって。で、GT-R も、 さあの真っ黒で、ニスモのエアロで、あのホイール黒で、全部もう黒、なんかもうイメージはできてたんですよね。で、それが入荷しましたみたいな。で、なさらにね、これなんか不思議なことで、まあ僕、大阪で買ったんですけど、たまたまね、大阪でね、セミナーやるっていう梅田さんですよ <laughs>。山口さん。山口さんと正月、大阪でセミナーやるみたいなスケジュールが入ってて。 ああちょっと見に行けるなっつってでセミナーはセミナー終わった後山口さんと見に行ったんですよねで山口さんと一緒にあの契約しましたからねその場で即決でうんまあ結局オチとしては、まあ、買ってやるよって一緒に言われたんだけども半分以上は僕がまあ会社辞めたんで払ったっていうねローンで買って <laughs> そうまあでもあでもねあれ一 あれなかったら本当は今の車と出会ってないし、なんかいろんなね、あの、ことが重なりましたね、あれは。うん、あんまりその、地方でセミナーとかあんましないんですけど、たまたまその、正月やった時は、その、電あの、Kindle 出してるあ。あ、じゃあ IS、アンドロイドのあ、なんか出してる。まあ、本も確か出してたのかな。で、その人とジョイントして、 セミナーしてでねそのセミナー結構来てくれたんですよ。なな60人ぐらい集まってん気がするな。結構集まって香港あ香港だったかな香港から来てくれる人が来て <laughs> 結構盛り上がってたんですよね。そう。でその時ですよ。うんだからもしね梅田さんとあれやってなかったらそういうの大阪行ってなかっただろうし。多分ね車見に 大阪単独で行くことは多分なかったんで、なんかすごいなと思いますね。うん。で、まあ、一生懸命って何かっていうと、あの、僕、稲森和夫さんも好きなんですけど、これ、稲森和夫さんも話があって、前の会社で僕、入社してすぐ、まあ、毎日、その、あの、ね、社長と一緒に、その、なんだ、お鉢っていうね、あの定食屋があったんですけど、 まあそこに昼休みよし飯食いに行くぞっつってねあの飯食いに行ってたんですよであのー、まあ僕はその時何もできなかったんでつまようじ係をやってましてあのー、社長がいつも飯食い終わるとつまようじでねこう歯をこう,こうみたいにやってたんですよねでそれは僕は学習しまして社長飯食ったなと思ったあっ社長どうぞ すかさず妻まよをこう出すっていうね <laughs>。おお、気が利くな。みたいなね <laughs>。で、その気が利くなからの聞き出すみたいなね。<laughs> やってたんですけど。で、ちょっと、日須賀社長ちょっと聞いてもんみたいな。社長が尊敬する人って誰ですかみたいな。社長が尊敬する人って誰やなみたいな。ね。聞いたわけですよ。そしたら、あの、そうやな、京セラの稲盛さんかなみたいな。稲盛誰やそれ。 僕は全く勉強してなかったんですよ、その時ね。知らないわけですよ。ただ,だ、めしくり終わった後、そこその恵比寿の駅の上にアトレってのがあってあ、そこの本屋行ったら、生き方っていうね、本が積まれてたんですよ、ちょうど。稲森さんの。あこれ、この人ちゃうか、みたいなね。買ったわけですよ。<laughs> で、その稲森和夫さんのよくインタビューで、あの、 なんで稲森さんってそんなすごい成功京セラの名誉会長だったりとか、JAL 再建だったりとか、京セラ、えー、現 KDDIAU、えー、第二連隊みたいな、なんかす、まあ、いろんなことできたんですかみたいな。そんなすごいことしてきたんですかっていう。なぜ成功できたのかっていうね、くくりがあるんですけど、稲森さんはいつも言うんですけど、いや、そうですね。そんな大したことじゃないんですけどね、みたいな。ただ、ただ、日々一生懸命、 日々一生懸命生きただけなんですけどねみたいなこと言うわけですよね <laughs> <laughs> まあまあもうほんと多分ね日々一生懸命前に進むだけなんですよね <laughs> 泥臭いですけど <laughs> でねまあ稲森さんもオチがありましてあの実はその山口さんのセミナーと実はつながってる部分あるんですけどそのそのお正月に ね、セミナーした時にあるお客さん来てたんですけどでそのお客さんが後に濃い、あのー、関係になりましてでそのお客さんが稲森和夫さんの、まあ、そっから何年後だ多分もう5年34年経ってからだと思うんですけどちょっと連絡があって「ちょっと稲森さんとは会えるけど会うか」言われて「あぜひ」みたいな「いいんすか?みたいなおえーで」みたいな「おえいで」みたいなでんかパーティーみたいなとこに招待されまして であの稲森さんいるわけですよね。<laughs> 僕はその,その本を買ったのがまあ10年前ぐらいなんでその本を持ってって行ったんですけどその本に稲森さんのサインが刻まれるっていうね <laughs> よくわかんないですね。多 <laughs> 分もう会うことはないですけど生,生稲盛和夫を見るっていうのはまあないですね。<laughs> でまあまあサインもらいましたね。 まあ、あそのサインでは、KT 愛人だったかな。あの、最後高森さんのね、あの言葉が書いてありましたけど。いやー、いろいろありますね、本当に。うん。まあ、だからまあ、日々、一生懸命生きる日々、あの、がむしゃらにやるっていう、それだけじゃないですかね。うん。だから、この前、僕ね、そうそう、それも、もう、久保さんのその通りだなと思うんですけど。 Z4 買いますってね、もう Z4 ずっと見てたんですよ。多分ね、Z4 だいぶ見ましたね。だけどもう忘れてるんですよ。<laughs> もうやることやってるんで <laughs>。やることやってるんで。多分まあ手に入るんですよ。確実に多分買ってるとは思うんだけど。でももうやるべきことやってるんで <laughs>。なんかその、何なん,なんですかね、もうめちゃめちゃ強く思うと、多分血の中に入ってるというか、なんか無意識レベルに入ってるんじゃないですか。忘れてるんだけども、 意識としては忘れてるけれども、無意識に入っている。なんかそんな感じかな。だか全く忘れてたら、その、その思いも,だ思いも出,せ思い出せないじゃないですか、そもそも。100%忘れてたら思い出せないと思うんで、なんか無意識レベルに刻まれるって感じじゃないですかね。うん、まあイメージとしては。 でも無意識レベルまで本当にそれが欲しいとかなんか手に入れたいっていうところがないと多分まあ引き寄せるのは難しいかもしれないですね。だってそもそも思ってないので、うん、受信できないじゃないですか。うん。さだからこれはね非常にね難しいっちゃ難しいんですけどね。うん。でもその忘れるっていうのはいいその表現だなとは思いますね。ねコメントにもありましたよねこれ。 確かかにありかもっていう,、ね、うんこれはねやっぱね UFO 研究会ぱやりおりますね。<laughs> <laughs> はい、ということでまあ一生懸命生きるってことですね。い、うん、ってらっしゃい。